全国外国人雇用協会留学生就職学院の坊田千佳です。ただいまから第60回有力企業就職ライブ名古屋編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは、毎週日曜日の夜に配信させていただいています。毎回3社から6社の求人情報を皆さんにご案内しています。でこの名古屋編でお届けしますのは、私ども留学生就職学院の名古屋会場の方に、社長さんがお越しくださる案件をピックアップしていますので、名古屋のお近くの方はぜひねご確認の上面接を受けてください。で、ご応募の方法は動画の最後にご案内していますので、そちらをご確認ください。それでは早速今日の第1社目ご案内させていただきます。こちら介護のお仕事です。介護はね外国の方、活躍できる業界ですので、考えている方も多いと思います。今また求人が少し増えてきましたので、チャンスが多いと思います。ぜひまずトライしてみてください。こちらの企業さんは岐阜県岐阜市にあります。岐阜駅の近くですのでとても便利ですね。岐阜駅は名古屋からも近いですから、まあ、岐阜にお住まいの方も多いと思いますし、名古屋の方もすぐ通える場所ですね。はい、でこちらで自立支援とか介護サービスというお仕事に携わっていただきます。いろんな手当がありますのでね、実際のお給料は求人票に書いてある以上に、もらえる可能性があります。詳しいことは面接でご確認ください。今回は大量募集、18人の募集ですので、すごくチャンスがありますよ。で、今ここに書いてある19万5000円から29万、これだけでもね悪くないですけども、先ほど申し上げましたように手当がいろいろありますので、もっとね額面上上がると思いますので、ぜひやってみてください。はい、あ、面接日言ってませんでしたね、ごめんなさい。面接は26日火曜日、4時です。よろしくお願いします。はい、次も介護のお仕事ですね。こちらはですね、場所こちらも岐阜県ですけども、蟹駅になりますね。岐阜から、あ、ごめんなさい、時間が抜けてますね。何分ぐらいかな、ちょっと現地の方皆さんねお分かりになると思いますけども、まあ、岐阜からだとそんなに遠くないと思います。1本かな、あ、乗り換えるかな。まあ、ちょっとね、時間かかるかもしれませんけど、岐阜から通える距離だと思いますので、ぜひやってみてください。こちらもいろいろとね手当がつきますよ。そのあたりはまた、面接でね聞いてみてください。こちらの面接は水曜日の2時です。両方受けてもらっても、先ほどのね火曜日の企業と、こちらと両方受けていただいても結構ですし、一つだけ受けるという方はご自分のねご都合のいい方を受けてください。こちらも3名募集となっています。この金額にいろんな手当が入ってきます。ぜひね面接で聞いてみてください。次は作業のお仕事ですね。こちらは内装外装インテリア工事に関する施工に携わっていただきます。愛知県海部郡って読むのかな、岩塚駅ですね。名古屋駅からすぐですね。違う、名古屋市じゃないのでちょっと遠いかと思いましたけども、駅でいうとすぐみたいですね。9分だけで行けるということですので、とても便利ですね。はい、やってみたい方はご応募してください。いろんな工事に携わっていただきます。やる気があれば誰でもできるということです。28日木曜日の4時面接となります。今回3名の募集ですね。21万6000円スタートですが、できる方は43万まで上がります。チャンスだと思いますよ。やってみてください。今日は以上の3社のご案内となります。面接受けたいなと思った方はまずチャンネル登録をお願いします。その上で、メールまたはお電話でお申し込みを、お願いします。で今それぞれね面接時間、面接日時お知らせしましたけども、社長さん方お忙しいですので予定が変更になる場合もあります。ご予約いただいた後、当日ねお家を出る前にぜひ、電話でご確認をお願いいたします。それで今3社だけでしたからね、なんだこんだけしかないのかって思った方いらっしゃるかもしれません。そういう方はぜひねリアルイベントの方にお越しください。リアルイベントは毎日開催しています。ただし東京本店は土日祝、赤い日も関係なくずっとやっていますけども、名古屋店または大阪店の方は平日のみとなっていますのでご注意ください。月水金11時、それから火木の1時からやっています。
で、この土日あるいは赤い日祝日は東京本店だけとなります。東京までお越し、いただける方はね、土日などに来てみてください。毎回20社から30社の求人企業情報をご案内しています。今また増えてますので、だいたい36社ぐらい、毎回ねご案内させていただいています。ぜひね足を運んでみてください。今回ご案内しました名古屋会場は JR、名古屋駅から徒歩5分のところにあります。太閤口の方を出て5分です。で、大阪の方が近い方ね、三重のあたりの方がいらっしゃるかもしれません。その方は新大阪駅、東口を出て3分のところに、大阪会場ありますので、そちらに行ってみてください。あるいは東京まで来れるよという方はね、ぜひ、こちらはたくさんの企業さんいらっしゃいますのでおすすめです。JR 神田駅から徒歩5分、神田駅は東京駅の一つ隣です。バスでも、来ていただいたら東京で降りても、一つですぐですし、あるいは新宿のバスセンターについても、中央線ね、中央ラインで、すぐ20分ぐらいで、来れますので、ぜひ来てみてください。はい、それではね、皆さんのご応募をお待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。